ははいみなさんこんこにちですということで今日はね私はですねこの宇宙船のですねこのちょっと腹が出てますけど宇宙船のですねこのフーファイターというねこの T シャツを着てますのでというと何かなというとすぐ分かってもらえると思いますけどわ分かんないですかあのー、まあ今回のご紹介する方法はですね Kindle でしか読めないんですけど日本語訳は。 英語版はペーパーバッグがあるらしいんですけど、まあ、日本語版は Kindle でしか読めないんですけど「まあ、あのエイリアン・インタビュー」というね私のですね頭の中を根底から変えたというそういう素晴らしい本ですこの「エイリアン・インタビューは」はい。でこれはですね、まあ、ロズウェル事件といって1940年代に宇宙船が起こってきたという事件がありましたねアメリカのロズウェルというところでね。で そこの話なんですけどあのその時にあの、まあ、軍の看護婦さんがですね、まあ、宇宙人のお世話をするということでその世話をしてた時にですねあのその生き残った宇宙人と、まあ、テレパシーで行進できる宇宙人の方が選んだんですよね「この人をやりたい」って言ってそういう感じで、まあ、いろんなインタビューを受けたけど結局まあ 軍によってです、ね、そのエイリアンと切り離されてしまって、まあ、看護師さんはそのままあの軍に戻されて何も言うなよということでまあ口封じということで,、ねまあ、あのでずっと隠してきたんだけど軍辞めてからそのことを、まあ、書いてあるジャーナリストに渡したというそういう体裁を取っています。あのーまあ、ロロズズウェル事件ロズ 事事件件、まあ、有名な事件ですすねググってもらえば分かると思いますこれ宇宙船がですね墜落したということで初めは宇宙船ということで言ったんですけど後から軍はあれは気球だと観測気球が落ちたんだというふうに訂正をしてますけど Kindle で読めるので、まあ、あのパソコンでも読めるしあのスマホでも読めるでしょう。で宇宙人のエアルというそういう宇宙人とですねロズウェール事件の宇宙人とですね 対応すするんですけどこの対話がねぶっ飛んどるんるですよこれはですね SF なのかね SF なのかまあ、作り物なのか作り物のお話なのかねまあ何の物的証拠っていうのもね、まあ、一応このジャーナリストが受け取ったというこれ看護師さんからまあ、その原稿があるんだけど原稿がまあ 数十年前のものっていうことがわかればね、多少は信憑性があるんだけど。それもある人多いの女性が。あの妄想に基づいて書いたかもしれないしということで、わからないんです。あの、はっきりとして確証はないですね。うん。ただ、インタビューは残っていると。で、このい。エーアルが喋ったことというのは。途方もないこと喋ってまして、まあ、あの、ちょっとここかいつまんでね、話しますけど。 やや我々の常識からぶっ飛んだことを喋ってるだから SF なのかもしれない作り話かもしれないと思ってまあ聞いてくださいこの話はね。うん、あの私もこれ2年前に読んでこれはあ,のあのこの不思議不思議のね不思議のこの動画関係で有名な信玄さんというところをいつも読んでてそこの信玄さんの動画をね見てて。 そこに、あの、このエラインタムのことは書いてあったんですよ。これは、あの、これだけ詳しく書くってことは何かあるぞと。まあ、全部が全部本当だけど、真実はあるぞというようなこと書いてあったんで、私、その言葉を。読んで。聞いてね。で、あの、買ってみたんですよ。kindle、amazon で買えるんで。で、ね、内容はね、結局、まあ、エア。がですね。まあ、あの。 円盤が墜落するんですけどこのように円盤がねこういう円盤が墜落するわけですよ。でここに軍の人間が来てここ,までここに入ってるんですけどあのでこう何が死んでるんでエアルを連れてきてエアルっていうのは例えばこういう感じの人かなよくあるこのこういう感じなのかなこういう感じなのかなトントンと口はないのかな。うん、で これからあの軍事情報的にねなんかあの得られる情報そういうものを引き出そうとするんだけどもエアロはそう,いうことを一切語らないんですよね。うん、でテレパーシーでこう語るので看護師と語るんですけどまずねこれを読んで私が一番ねショックを受けたことはあのこの地球という存在地球存在はどんな星かと。まあこれ フラットアースの,せの話で言うと地球以外には3次元ないんだけどまあ仮に宇宙人がいるということは、まあ、2種類考え方があるんですけど例がその次元の違う例が3次元で来るときにある程度ロボットみたいな体を使って、まあ、もちろんすごい高度文明があるからロボットみたいな体を使って円盤というのをね3次元で作って。 例のエネルギーをこちらの方に投影してそういうのを作ってそれでくるという考えと実際問題大宇宙に宇宙宙にががああるんだという考えがあります、まあ、この際今日はフラットファーストの話じないんで地球というのの、まあ、こういう星としますわとりあえずねここまあ一番美しい星だと確かに美しい星なんですよ。大坂さんはもしあの亡くなる時にねあの ここ美しいとこの場所は地上美しいと言って殴られたというあのまあ伝え聞いておりますが本当かどうかわかんないですけどであのー、美しい部分もあるけど非常にこう苦しい部分もありますよね例えば私先週歯が痛くてすごく <laughs> しんどかったんですよ、まあ、歯医者行って治ったんですけど本当偉かったですよ歯が一本痛くてもすごい苦しいんですよそれから人間って百年しか生きられないんですだいたい百年生後しか なんでやと聖書読んでると800年900年ざらにみんな生きてるんです昔の人間は。ね。うん。なんでやと。これはこのなな謎のですねテロメアというものが細胞に入っててこのテロメアが細胞をある程度細胞分裂するとそれ以上分裂しないようにしてしまうという。ただこれは自然の中ではおかしい遺伝子みたいなのが ららしくて後かか組たんじゃないかと遺伝子組み換えでねそんな噂もあります。で100年前後でなぜ死んじゃうのかねこれがまあおかしいんですよ。生命ってこれ以上の生命実はいるんですよね。うん、それでどこまでもおかしいと。 これはですね、結局この地球がですね、こういう場所なんです。流刑地。愛の流刑地っていうのがあ,ありましたよね。愛の流刑地、愛流刑。流刑地。すなわち島流しのし星ということなんです。なぜかというと、私たちの、まあこれ、この AI インタビューで言う,いう話ですよ。私たちの魂というのは、 まあ、どっかの星にいたわけですよ高度文明のところに。ところがなんかその政治体制に合わなくなってしまったとかそれからあのー、なんてつうんですかね芸術関係とか何かを哲学とか学問関係とかそういうのはいらないよともうこの宇宙には。 ね、AI とかあれは全部やっちゃうから芸術芸術関係の人間いらないよと芸術それから技術者いらないよと技術者それからまあやっぱ犯罪人ですよね罪人罪人何か宇宙のなんかこう中で犯罪を犯した人間をですね ここに入れとく場所なんですよここはここは地球なんですよ流刑地ここへ持ってきてここに入れるんですよ地球に昔出たら佐渡島とかねそれからあの何、ー、ああいううんと何度かあったかなあと元伊豆大島かあの浮田秀家が一番初めに流された伊豆諸島みたいな感じです、まあ、昔でオーストラリアねイギリスの流刑地 うん、そんな感じですまあ、ルケイチということで地球ね。でもなぜ地球なのかということは疑問に思うでしょなぜ地球なんだとなんでここでこのこういう宇宙の技術者とか罪人、罪人あるいはその前に自分がいた惑星なり団体なりからはみ出した人間全部ここへ持ってくるとおかしいじゃないかと思いますよね でなぜここに持ってきたかというと、この地球というところは非常に特別な場所であって、ここはルケージにぴったりなんですよ。なぜかというと、この地球というところは銀河系の中でものすごく外れであるんですよ。ただの中継地点ぐらいしか使えないらしいんですよ、この場所というのは。何にも使い場所がないところ、しかも銀河の中心… 中心文明からはるかはるか too o ァ r はるかはるか離れた場所にあるこの地球というのはだから変円系といってよくあの「スター・ウォーズ」で言ってますよね変幻系、ね、地球変円変に変非常に遠,遠いところ銀河の中心のとするとこの辺にあるんですよ太陽系って大体。 遠いんですよすごくこの中心からするとこの辺にちょこっとあ,あ,るあるのが太陽系なんですけどこれでえー、とここがなぜ刑務所になりうるのかというとここはこうなってるつまりこれ地球そしてその外側に 霊界というのがある霊界ここは何層にも分かれて地獄とか天上界とかいろんなものに分かれてますね分け方はいろいろありますそしてこれを覆うように四次元世界があるとここ四次元なんですよね四次元世界があるということで こことここの間に宇宙人がバリアを作ったんですよこれ。出れないように魂が。だからここに入れられてしまうと一旦霊界と地球の延々100年ぐらいの寿命で何十回も繰り返して転生して,してくるだけの話で。 このバリアを突き抜けて四次元世界に行けないんですよ。そういう構造になってるんですよ。この地球というのは。で前はバリアなかったんだけど、バリアを作ったんですよね。これ。ここ牢獄にするための宇宙人がね、うん、作ったんですよ。でここに入れて、ここにいるたまたまここにいた類人猿みたいなのをちょ,ちょこっと遺伝子操作して、いろいろね、寿命を100年にして。から当時すごくでかい木がいっぱい。 あかそれ全部切って取れちゃって、まあ、資源は全部ゴーッと持ってちゃってね自分の星に <laughs> ここは全くあのなんですかあの動物実験場みたいな感じ、まあ、その前にここにいろんなそのずっと何十億も前宇宙人がいろんなことをここにや,やって、まあ、一応生物作ったんですけどその生物の、まあ、末端みたいなもの、まあ、猿とか猿に近いものとか哺乳類 あるいは、えー、とトカゲみたいなねもの爬虫類みたいなものを一生懸命その生物にしようと思って宇宙人が遺伝子組み,で組み換えて組み替えて我々はですね何回も作られたんですよ。うん、魂の入れ物として魂の入れ物としてねこういうさっき言ったような流人の魂の入れ物としてですね のの入れ物ととして人間というのを作ったんですよね今はこのエイリアンインタビューのと大えー、っとなじゃなくておそらく何回も作ったプロトタイプが今,今の人間なんですよ。まあ、作ってダメやったら全部殺しちゃえばいいので「はいダメよポンポン」ってね、うん、だからニアンデルタル人とか嘘はおそだったんですよねきっとあの宇宙人の眼鏡で作ってみたものの宇宙人の眼鏡には合わなかったという。うん、あので ここにいるんですけどここからは出られないとここのねとこから出られないとどうもここを入れれることはすぐに入れれるらしいんですよまあ宇宙人の科学で入れれるんだけど戻れないんですよねこの元言った4次元5次元6次元というところあるいは違う宇宙には戻れないんですよでここにですね都合の悪い例をいっぱい入れていくルケイチ刑務所ということになってます、はいで この辺、まあ、今,日今日はちょっと長引くんでもっといろんな話したいんですけどまたおいい話をしていきますし私のいろんな動画でですね人類のその人間のその作られ方、うん、この肉体だけじゃなくってあのいろいろねこともあの言ってるのでまたもう次回にしますけど、まあ、あと2分ぐらいでちょっとかえすまんでちょっと肝だけ言いますとですねあの例えば自分がね そういうここの刑務所の監視みたいな宇宙人だと自分が仮にするとねよく考えたら全部ピッたっと意味がある。何でかというと例えば監視だとするとあのまあその何人かいる例えばサルヤマしますわね猿山とサルヤマいうサルのボスみたいなの、ね、グループボスグループ何人か作っておいてそいつらサルなんだけど、まあ、要するに,にあのこちらにいるとよく聞くサルということでそいつらに。 大勢の自分たちよりもはるかに大勢の他人数の猿を統括させるんですよ。まあ、そこで選挙ととかか政治システムいい作ってもいい、ね、その時にポイントは寿命を100年以上にしてしまうと反乱がしょっちゅう起きるというのはその猿が賢くなりすぎちゃっていろんな経験知識を積みすぎちゃってあの私たちがやってる支配の悪を見通しちゃうんで。 今までは朝に1回夕方に1回何で昼に横皿ないんだという餌をねそういうことをみんなでデ,デモみたいなのを起こして、ね、こちらで聞かなくなってくるんですよ猿がだから千年のやつを100年にして学習してやっと覚えたなあっで死んじゃってまた霊界に帰るんですよ。この霊界というところに帰れるとこの,この中であの魂の向上させなあかんよみたいなことを散々言われてそこで洗脳されるんですよ。 ここは宇宙人が作った世界ですかね、これ、霊界というのは。我々の支配階級の宇宙人わ、私が宇宙人だと私が作った世界なんです、その世界は。ここで再洗脳をして、確かにもう一回生まれ変わってこようと。で、生まれ変わってくる瞬間に、はい、記憶全部消しますよと。このエイリアインタビューによると、数十億ボルトの電圧をかけて、その時にもう一回これ、地球の中に戻すから、記憶は一切消えているという。 そういういことなんですよねでぐる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 記憶が消えてるから今までの積み上げ一切消えるんですよ何十回生きてこようとなんかまたどっかの家に生まれてお父さんお母さんもい,るいるパターンもいないパターンもいると思う、まあ戦,ね、戦争してるシリアとかああいうとこもあるアフガニスタンとかイラクとかあのまあ,あのアフリカもあるし中南米もあるしアメリカもあるしイギリスもあるしヨーロッパもあるし日本もあるしということで さっっぱりそこの人間になってしまうんですよね、うん、私にもねあの過去20代の時に前世を一生懸命やってたらなんとなく分かったことがあったんですけどあのー、やっぱりその過去の思い出っていうのがあったり積み重ねがあると賢くなりすぎるんですよ、ね、あのそのここの中にいる生物が。そうするとこちらの こういう仕組みを分かっちゃう、と大変都合悪いんですよね。うん。例えば、これから。今。おそらくですよ。あのー。宇宙人、私管理人だと、と考えてることは。地球人口が増え。今七十億、七十七億になっちゃった。私たちの高校生の、私たちのあの、高校生の頃やったか。えっ、ー、と、まあ、も中学生の頃やったか。三十三億とおったんや。今七十七億になってって。あのー、で、それはそれで、大変いいんですけど。 あのただ今地球環境は今壊れかかっちゃってるもんでなんとかあの軟着率しなくちゃいけない今の生きてた生きてる人全部高齢の人から全て大事にしながらこれから生まれてくる子供もも大事にしながら最大限大事にその人たちが幸せになるように大事にしながらだんだんと地球規模を縮小していく必要がある方と。 少子化みたいなもんですよねそれは考えますよね自分がもし管理人やとすると。だからあまり賢くなりすぎないように科学が発展しすぎないように発展すると中でね内乱起こしてあのこんなあの全滅みたいになっちゃったりとかするのでその辺も気を,つけな気をつけてコントロールしていくということです。いずれににしててももこの中で,死んで仮に亡くなっても 霊界にいるだけで必ず磁石は必ずこの地球にしか生まれ変わってこないですからここのここの中の人間っていうのはだからこっから外へ出てくるということはこっから外へ出るということはね要次元でもいいですわ彼のその上より上の次元でもいいですあるいは違う宇宙でもいいです別宇宙こういうことは過去に何人か人類でやった人間がいたんですけど これはあのお釈迦様とか宗師とか老師とかからヒマラヤにいる聖人とかそういう方たちはやってるんですけどまあ普通の人間はできません。はい、ということでまあそんな困難で皆さんもしもエイリアンインタビューねその辺のことが私の説明よりも詳しくばっちり書いてありますので、まあ、SF かもしれないんですけどとりあえず今から半歩進むためにはね一回ね その辺のことも見ておかれると読んでおかれるといいかもしれませんでは,では皆さん次回お会いしましょう